里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、振り返り動画です。はい、里崎チャンネル、うん、言いっぱなしで終わりません。はい、振り返っていこうっていうところで、まあ、今年ね、はい、シーズン前に優勝をするためのキーマンっていうね動画を出しましたけども、はい、キーマンたちがどうなったのか、はい、果たしてそれが現実になったのに優勝できなかったのか、うん、現実にならなかったから優勝できなかったのかっていうところの振り返りをやっていきたいと思いますけども、はい、今日はセリーグ編です。はい、ドラゴンズがね、うん、優勝するためのキーマンっていうところで、うん、投手はノルマを設けたんですよね、うん、これだけ頑張ったら優勝できるぞ、うん、そうそう。で、ピッチャーはないと、うん、もういいの分かってるからピッチャーないと、うん、黙ってても、はい、大野投手、大野、柳、小笠原で、まあ、黙ってても40勝するやろと、はい、問題ピッチャーちゃうぞと、うん、打線やと、うん、言ったところでね、はい、なんとですね、大野1勝、はい、怪我です。そして、柳、4勝、11敗借金7、小笠原7勝12敗借金5、なんと、3人で12勝です。はい、それはもう最下位やで。黙ってでも40勝するっつってね、うん、まあ、ちょっと援護する意味では本当に打線の援護がなかったっていうのは もうもちろん柳投手とかもね、うん、1勝までにめっちゃ時間かかりましたから、うん、いやそれでも40勝するかなと思ったら、うん、はい、いやそんなに先発に負けがつくチームそんなないで、うん、で野手ね、はい、山本松さんはアギーノが30本打ったら優勝するっつって、うん、アギーノいるまだ。もうとっくに帰りましたね。帰った、もう今帰る方です。アギーノは、はい、ホームラン6本6本か、うん、5分の1です。侍ジャパンとの壮行試合でホームラン打ったことで全員がちょっと有頂天になってもたな、うん、ちょっとね、死にちゃいましたね、まぐれあたりが本当に、うんうん、だって佐々木に秋の2割8分30本1割5分4厘ホームラン6本、うん、高橋周平は2割8分15本、うん、高橋周平2割1分5厘ホームラン0、うん、大島と岡林が最多安打トップ4に入る。あ、これこれはいったよな。だって岡林選手が岡林入ってます。で、うん、大島入ってない。大島選手は9位ですね、うん、まあまあそれでも頑張ったよね、はい、で、リュークがね2割7分5厘、うん、エラー6個1割8分7厘エラー8個、まあ、試合数もそんなにね、うん、多くないですしね。ノルマ達成したのが岡林が最多安打トップ4に入るだけだから、まあ、だから優勝できない。それはもう、それはだから優勝できない、はい、言ったことできないもん、はい、三振の数だけ増えてく周平だったっけ。知ってる方いるんですか。それも全員知ってるやろ。知ってます。ドラゴンズマンは俺もタイムラインに流れてきて、あ、本当ですか、何やこれと思って、うん、で見たらそうやって言ってた。まあ、ちょっと替え歌流行ってるみたいですね。まあこれちょっとなかなか厳しかったね、はい、まあ、だから優勝できないっていうことですから。次広島がね、はい、優勝するためには大瀬良、栗、森下、床田で40勝で新人増田が新人王、うん、ちょっと増田新人王ね、ちょっと出てきたの遅かったですね、遅かったけど、うん、栗が8勝で大瀬良が6勝14で森下9勝23、うんうん、で床田11勝34、うん、34、ああ6勝、ほらだからよ、だから優勝したいんだ。これ40勝いってたらチャンスあったで。うわ、惜しいですね。だから、あながち見当違いのことでもなかったね、はい、まあ、だって新人王とまで言わなくて松田投手がもうちょっと早く出てきてくれた可能性もね。大瀬良の6勝やもんな、これ惜しかった、うん、で、バッターね、マクブルーム、デビッドソンで40本、はい、ホームラン、うん、マクブルームが6本6本かデビッドソン19本、25本あ、ほら、ちょっと坂倉3割、秋山3割、秋山2割7分4厘、最後おらんかったしな、うん、で坂倉2割6分6厘、行ってた、優勝してたな、うん、これは完全、ちょっとずつみんながこう行けば、行ってた、優勝してた、しましたね、うんうん、で巨人、グリフィン、ビーディーで30勝、うん、グリフィン6勝、ビーディー0勝、ビーディー、途中からリリーフしてたしな、はい、30勝、それだけはもう先発がおらんって思ってたんやろな、うん、ちょっと遠かったね、シーズン前は、うん、菅野10勝、菅野。10勝は4勝、はい、4勝、まあ、途中からね、うん、戻ってきました。でロペスがね最多ホールド、うん、おらんくなってんだ。8試合しか投げてへんもん、 4.05、 戸郷怪我なく1年、戸郷頑張った、うん、これはもう素晴らしかったですね、うん、で岡本タイトル取ったね、うん、取りました、うん、でブリンソンが30本ホームラン、ブリンソン11本ですね、はい、吉川3割、吉川2割5分6厘、坂本怪我なく1年、これもちょっと、ね、怪我したからね、うんうん、先生は勝手に予想して中田は30本って言ってる、うん、これ勝手に予想だけどね、これやっぱなかなか厳しかったね、はい、それはまあなかなかね、うん、ほぼほぼクリアできてないから、それは A クラスもなかなか難しいよね、うん、クリア2つですからね、戸郷投手と岡本選手っていう、うんうん、続いてヤクルト、はい、高橋奎二、吉村10勝、いやだいぶ厳しかったよ、それは厳しいよな、うん、チームがな、うんうん、高橋奎二が4勝、うん、吉村が4勝、うん、8勝です、8勝2人で10勝すら2人でも届いてた、はい、
はい、それはきつい、うん、山田3割山田ちょっとどうしたんやろな、もう年なのかな、早いよな、だって31歳だからね、まだ、うん、まだ全然中堅どころだからね、はい、2割3分1年2割5分もいってないもんな、うん、そっか、うん、で村上怪我なく1年、はい、ね、まあ、でしかも30本打ちましたしね、うん、そうそう、なやかんや言いながらね、うんうん、パリーグのホームラン多いですから、そう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 、そういったところはね、うん、大きいね、はい、84打点ね、うん、で長岡ベストナイン、ちょっとこれ長岡ベストナイン無理だね、はい、木並だなあれベストナインね、うん、ショート、あ、そうですね、それはちょっと厳しいね、はい、クリアできたのが村上怪我なく1年だけだから、はい、それはもう無理よ、でもやっぱ去年の1年じゃないですからね、うん、そう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 、で続いて DeNA、はい、今永ガゼルマン浜口で35勝、うん、今永7勝、最初ね WBC でちょっと遅れたからね、そうですね、で浜口3勝でガゼルマン3勝13勝です、うん、東投手がね、そうそうそう、頑張りましたか、だからこの3人もっと頑張ってたらね、確かに、うん、キーマンだから、うん、で今だからタイトル、はい、これ取ったね、はい、脱三振、うん、宮崎牧3割が、あ、宮崎牧桑原が3割、宮崎3割だね、牧、うん、2割5分3厘惜しい、あ、惜しいですね、桑原2割5分2厘、うんうん、で捕手1人が100試合出場、一番出たの誰になりました、山本71試合、うんうん、まあ、山本なんか良くなってきたけどね、うん、後半ね、こういったところがちょっとね、うん、上に行けなかったところだったね、足りなかったところですね、うん、で優勝阪神、阪神が優勝するためには、佐伯と西純也が18勝って2人で言ってた、はい、言ってたけど、うん、西純也5勝、うん、佐伯8勝、うん、13勝、あ、惜しい、も惜しい、だから他は勝つと思ってたんだろうね、はい、西投手すごい期待してましたけど、うん、その代わりにやっぱ村上投手、大竹投手出てきましたからね、そこが穴埋めてますね、うん、でも13勝だからね2人でね、うん、でも5勝足りないだけだ、うん、ノイジー、サトテル、大山で75発ホームラン、19の24で43、ノイジーが9、52だ52、ちょ、ノイジー少なかったね、うん、23本足りなかったね、はい、1人8本足りなかった、ノイジー選手が30本ぐらい打ってれば、うん、っていうぐらい見越してたからね、はい、うん、まあでも優勝しました、うん、そうだね、うん、だから俺らのノルマ高いのかな、ちょっと高すぎる、でも多分私たちのあれじゃないですか、阪神は大竹投手村上投手を全く予期してなかったんで、うん、その分のノルマじゃないですか、うん、だからその2人がいなかったらこのぐらい高くないと優勝してなかったんじゃないですか、うん、広島いい線いってたよね、言ってました、なんか、うん、やっぱこのノルマを達成したら優勝できることは間違いない、ね、うん、厳しいかもわかんないけど、だからやっぱり下位チームはそれは厳しくなるよね、はい、いや無理でしょうって言われるぐらいやらないと優勝できないと、ね、うん、優勝できないからね、うん、だから広島はだから去年5位とか6位からの勝負でこれぐらいできたら優勝できるっていうところで、うん、もうちょっとだったからね、はい、それもうちょっとがいけたらひょっとしたら優勝できたかもしれないしね、うん、やっぱり強いチームは言ってること少ないもんな、うん、そう言ってること少ない中、阪神の西佐伯は2人で13勝だから、まあ、ギリギリまでいったけど、はい、高橋吉村は2人で10勝にも届かなかったからな、うん、2人立ちてもそれちょっと届かなすぎだよね、そうですね、高橋投手もやってくれると思ったし、うん、吉村投手も、ね、やっぱ新人から2桁ぐらい勝てるだろうっていう期待感がね、うんうんうん、ありましたからね、で DeNA も今永タイトル取って、うん、まあ、今永ガゼルマン浜口で35勝はちょっと届かなかったけども、うん、宮崎牧桑原で3割も宮崎行って牧もギリギリだったしね、うん、惜しかった、で捕手1人が100試合出場2割5分ででも2割5分以上は山本ね、うん、宮崎投手しなかったから打ってるから、やっぱその上位に来るチームっていうのは、うん、そこそこそれなりにやっぱクリアしてるような、そうですね、ちょっとずつね、惜しいっていう感じですね、うんうんうん、でそれが全部クリアできてたら優勝してたねみたいなね、うん、感じになってきて、やっぱ巨人、はい、中日、ヤクルトはちょっとどれも行ってなかったもんね、はい、なんか元気で1年ぐらいだもんね、あと岡本選手のタイトル、あと元々のタイトルホルダーが続けてタイトル取ったっていうところで、うん、ちょっとそれは厳しかったね、そうですね、うん、まあ買いに行こうともちろんやっぱハードルは高いですからね、そうだね、うんうん、といったところでね、はい、まあでもやっぱこれぐらいしないと下位のチームは優勝できんよな、うん、だからライン的にはやっぱ間違ってなかったと思う、ね、うん、だと思いますけどね、ね、うん、うんうん、だからまあね、各チームのファンの皆さん1年間戦ってきてね、うん、セリーグの各選手たちの頑張りね、はい、特に皆さんどうでしたか、はい、